アナバプテストは、キリスト教において、宗教改革時代に、フルドリヒス・ビングルの弟子たちから分派した教派。英語のアナバプテストは、語源で言うと、アナはギリシャ語のニュー、マイナスに、バプテストは同じく、ギリシャ語のベータアルファパイタウゼータオメガに由来する。リバプタイセスすなわち最先例派と訳された。ただし、この系統のうち現代、ランドマークバプテストは、 バプテスマのヨハネと初代教会から続く正当性を主張している。幼児洗礼を否定し、成人の信仰告白に基づく成人洗礼を認めるのがその教理的特徴の一つである。幼児洗礼者に成人洗礼を授けることがある、ため再洗礼派とも呼ばれる。ただし、彼らにとって幼児洗礼そのものが無効であるので、再度洗礼を授けているという認識はない。 従って、再洗礼派を自教会の名称として用いることはない。また、日本語で洗礼の語を使うことはない。心霊を使用する。また、世と教会の分離を強く求めた。これらの運動の総称として、ラディカルリフォーメーションと呼ぶことがある。熱狂主義者と呼んで非難され、反宗教改革的なものとされた。ラディカルリフォーメーションの分派には三位一体を否定する。 グループやキリストは、その地と肉をマリアから受けず、天から持ってこられた。など、得意的な心情を唱えるグループや、神秘的な体験を強調するグループも存在した。渡辺忍はそれらのグループを福音的ではないとして、宗教改革と区別している。カトリック教会のみならず他のプロテスタント勢力からも迫害を受け、多数の人が処刑された。 最先礼派は長く教会史上遺端とされてきたが、20世紀に入ってその運動が再評価され、現在ではそのうち福音的なグループがプロテスタント福音派の有力な潮流の一つとして理解されている。今日のメノナイトやアーミッシュ、ブレザレン教会は最先礼派の流れを組む。そしてこれらは福音的と認められている。ただし、ランドマーク派はプロテスタントを自称しない。 また、再戦霊派のうちで、福音派の長教派の働きに同調しないグループが存在する。また、一部の再戦霊派は、互いの足を洗い謙遜を示す、専属式を重視する。また、目のないとは、絶対平和主義を掲げ、良心的兵器拒否などの平和運動で知られる。血まみれの道マクグラスホワイトハット ABC 第4高ラディカリズムの離反と、 境界形成の意識1996.0527渡辺忍。ありがとうございます。